サンセットリミテッドはサザンパシフィック鉄道が運行し、現在はアムトラックが運行している大陸横断の旅客列車である。アメリカ合衆国フロリダ州オーランドからルイジアナ州ニューオーリンズを経由してロサンゼルスまで運行されていたが、現在はニューオーリンズからロサンゼルスまでの区間のみ運行している。アメリカの大陸横断鉄道の多くがイリノイ州シカゴを起点としているが、 サザンパシフィック鉄道のルイジアナ州ニューオーリンズとカリフォルニア州ロサンゼルスを結ぶ路線はサンセットルートと呼ばれ数本の大陸横断列車が運行された。そのうちサンセットリメテッドは列車番号1、2が与えられサザン鉄道を介してニューヨークからの直通信台車も連結された。1971年のアムトラックの発足により同社に運行が引き継がれた。 オーランドからニューオーリンズを経由してロサンゼルスまで運行されていたが、現在はニューオーリンズからロサンゼルスのみ運行している。西行き、東行きとも中3往復の運行である。ニューオーリンズからロサンゼルスまで48時間で運行している。サンセットリミテッドの停車駅は以下の通りである。以下は1955年5月8日。 当時、ニューオーリンズ発ロサンゼルス行きパームスプリングス到着時の編成である。ありがとうございます。